魔法が使えない魔術師。いいですね。私、この役好きです。私ですか？ですけど、私なんかが…いいからいいから。あの本読みでみんなと一緒に演じてみて、ヨユコちゃんが何を感じてどう思ったか、何でもいいから話してみて。バナナさん…わかりました。でも…どう言えばいいのかな。審判は、よろしいでしょうか。審判とはちょいと話はそれるかもしれませんが、裁くことに関しちゃこの人の右に出る人はいないってことで。大岡忠相こと名奉行大岡越前の神による大岡裁きのお話を一つ。ごめんくだせ、ごめんくだせ、大家さん、大家さん。おお、なんだなんだ、八五郎じゃねえか。どうした、体の塩梅はもういいのか。お疲れ様でした。雨宮さんもお疲れ様でした。いえ、こちらこそ。私みたいなものが脚本会議に参加させてもらって。はい、お恥ずかしいものをお聞かせしてしまいました。どういたしまして。恐縮です。こちらこそ、ぜひ参加させて
緊張で枯渇した頭に甘みが染み渡っていきます。ゆゆこちゃん、アイディア出しに落語に大活躍だったもんね。だといいんですが。おいしい。いいお店だね、ここ。パンケーキが分厚くてすごくおいしい。今度作ってみたくなっちゃいました。ふみ先輩が以前アルバイトをしていたお店なんだそうです。そうですよね、店長さん。そうだったんですね。あの、とっても美味しいです、このパンケーキ。でも、こんなに大きなパンケーキが500円で、採算取れるんですか？気合い…で、なんとかなるんでしょうかね。楽しい店長さんだね。パンケーキも美味しいし、また来ようね。はい。またクタクタになっちゃうかもしれませんが。どうだった？劇フェスの脚本会議は。すごく刺激的でした。一人で本を書くのと違って、アイデアが出る量も変わっていくスピードも密度も全然違って、あの、誘っていただいてありがとうございました。よかった。あ、でもどうして誘ってくれたんですか？重要な脚本会議のはずなのに。雨宮さんも言ってたでしょ、今回の劇フェスで挑戦しようとしているのは時を超えた壮大な戯曲。各校からとても優秀なメンバーが集まって脚本に携わってるけど、アイデアやエネルギーがもっともっと必要だって。確かにおっしゃってましたけど、どうして私を？ゆゆこちゃん、最初の本読みの時ずっと劇フェスの脚本を読んでたでしょ。自分の出番だけじゃなくて、脚本を頭から最後まで。だから、お話そのものにも興味があるのかなって思ったの。見てたんですね。それにね、クリスマスで一緒にお芝居を作った時、素敵な本を書くなって思っていたの。あれは、ずっと落語が好きだったから書けただけで、バナナさんのフォローもあったし。そう、その好きって気持ちがいいなって、その気持ちを持った人が劇フェスの脚本作りに参加してくれたらいいなって思ったの。ありがたいです、バナナさんの言う通りです。私興味あります、劇フェスの物語に。こんなに壮大な戯曲がどんな風に生まれて、どんな風に作られていくのか、すごく、関われるものなら関わっていきたいです。劇フェスの脚本作りに。ゆゆこちゃん。でも、いいんでしょうか。
私みたいな大して経験もない1年生が歴史ある劇フェスの脚本会議に参加しても、自分の役だってまだきちんと演じきれてないのに。あ、いただきます。え、あ、はい、そうなんです。ご存知なんですか、劇フェス。バチバチ？カオルコさんと玉尾先輩が？魔術師って魔術を探求する研究者みたいなものですよね。朝から晩まで研究。いいですね。私も朝から晩までずっと落語の研究ができたら。え？今でもやってる？そんなことないですよ。インチキ呼ばわりされた魔術師が死ぬ間際に本物の魔法を使ってみせる。なかなか粋な役だと思いませんか？ご存知の通り、私たち林明館女学校演劇科は廃科となり、演劇同好会としてなんとか一命を取り留めました。その中で迎えた今回の劇フェスは、私たちの命の炎を灯す絶好の舞台。命の炎を灯す？林明館女学校演劇科の最高。青少音楽学園、シークフェルト音楽学院、フロンティア芸術学校、並み居る強豪校を下し、私たち林明館演劇同好会が最高のきらめきを放つ。その光の先に林明館女学校演劇科はよみがえるでしょう。必ず私たちに失うものは何もない。この舞台が復活の呪し。劇フェスの主役は私たち林明館演劇同好会。それを伝えておきたかったんです。だから追いついてきてくださいね。誰にも負けることなく、いつか私と戦う日まで。花柳薫子さん。薫子さんと玉尾先輩が？きっと劇フェス最初の本読みの後だね。ゆゆこちゃん、甘かったですね。私、先輩たちとたくさんの演目を演じて分かった気になっていましたが、違いだったんですね、舞台にかける覚悟ってやつが。バナナさん、脚本会議に誘っていただいてありがとうございました。え？劇フェスでいただいた役をきっちりと理解して演じきる、そう思いながらも同じくらい劇フェスで描こうとしている物語に心が惹かれてる自分がいました。
でも私にはバナナさんのように二足のわらじを履くなんてとてもできないから、もっと自分の役に覚悟を決めなくちゃ。ゆゆこちゃん、このままじゃ玉尾先輩についていけません。私もきっと、ルイもごめんなさい、バナナさん。だからもう脚本会議には参加できません。わがままだね。え、玉尾ちゃん、同じ舞台に立つ私たち全員を倒して自分が一番のきらめきを放つ。そのきらめきで観客を魅了し、林明館女学校演劇科復活ののろしにしようとしている。舞台の私物化なんて傲慢で欲張りなんだろうね、バナナさん。でもいいと思います。だってわがままで欲張りで傲慢なのが舞台少女だもん。ゆゆこちゃんはどう？え？確かに玉尾ちゃんの覚悟ってものすごく重いと思う。林明館女学校演劇科最高っていう夢もすごくね。でもそれは玉尾ちゃんの夢、玉尾ちゃんの舞台。ゆゆこちゃんはどう？ちゃんとわがままで欲張りで傲慢になれてる？舞台少女として舞台を降りた時後悔しない？私はどうすれば。あ、そっか、舞台なんだ。え、さっき店長さんが言ってたでしょ、すごかった、お芝居見てるみたいでって。玉尾ちゃんは見せようとしているのかもしれないね。わがままで欲張りで傲慢で好きなことを貫く舞台少女の生き様を、巴玉尾のお芝居をカオル子ちゃん、双葉ちゃんに残そうとしているのかも。ゆゆこちゃんやるいちゃんに。燃え尽きてもなお命は残り受け継がれていく。枯れた霧から羽ばたく蝶のように。任命期、それが玉尾先輩の舞台。じゃあ私の舞台はいいんですかね。私も好きなことを貫いて。いいと思うよ、ゆゆこちゃんの舞台はゆゆこちゃんのものなんだから。私やります、やろうと思います。劇フェスでいただいた役をきっちりと演じ、劇フェスの脚本作りにも参加します。ゆゆこちゃん、それだけじゃありません。二足のわらじじゃ足りない、三足です。三足のわらじ？玉尾先輩の覚悟を知ったらルイはきっと玉尾先輩についていきます。退治すればきっと勝ちを譲るくらいに。それじゃダメなんです。私は演者としての秋風ルイの可能性を信じています。あの身長、長くしなやかな手足、きっと玉尾先輩以上の演者になれるって信じています。だから私がプロデュースします。玉尾先輩と戦って勝つ、そんな演者になれるように秋風ルイをプロデュースします。あ、三足目のわらじ大好きなんだね、ルイちゃんのことが。そうですね、今までずっと
落語しかなかった私に、林明館女学校に入って初めてできた同い年の友達ですから。そっか、うん、わかるな。私もずっと一人で脚本を書いてばっかりだったけど、清少音楽学園に入って大切な人と出会って大切な舞台を一緒に作ることができた。バナナさんが、好きな人、好きなことのためなら何度だってずっと頑張れるもんね。はい、私のアルカナ魔術師の聖一は奇抜、才能、創造を意味します。演者として舞台に立って、脚本にも参加して、秋風るいを一人前の役者になれるようプロデュース、それが田中ゆゆ子の大舞台です。演じて作ってプロデュース、それってすっごくわがままで傲慢で欲張りで新しくてバナナイス。